8 7 6 5 4 3 2 皆々様にはゲーム全巻お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ここに感謝の気持ちを込めてささやかながら、いろいろとご苦労だった。ささやかな贈り物として黄昏の温泉を用意した。くつろいでくれ。惑わされし愚か者の隠れ家に集合のこと。ただし今回に限りロールプレイを禁ず、各自留意されたし。雨か、雨もまたよし。なぜなら私は蒼天のバルム。待て待て、第一発見者が疑われるのはミステリーの定石だが、俺がなぜオルカを殺す？なんかあったんでしょう？ない。お互い憎み合ってたとかあるよね。あるがなあ、わかるだろカイト、なんで俺がオルカを殺す？やっぱりガーなあ。何がやっぱりなんだ、悪質な冗談はやめたまえ。なんですとは。ああ違う違う、俺じゃないよ。 あんたなんだ。やったの違うの、俺じゃないの。やっぱり違うっちゅうに。あ、スバル来た。ちょっと今話してんだから。何事ですか？見ればわかるっしょ。違うんだ。レイヤーキラー。俺じゃないんだ。どれか、なぜベア？ベア？オルカだよ。あんた誰？人に名前聞くときは先に名乗るのが常識でしょ。んじゃあいい。これってエル？愛じゃないかな。そうか、 GIFT ギフトだ。贈り物。そうか、そういうことか。ならばヘルバが犯人だ。なぜに？ささやかな贈り物、メールにあった文言だ。奴は温泉を用意したものの、急に惜しくなって我々がそこに行くことを拒んだのだ。そこで口論となり、ここに奴がいないのが何よりの証拠だ。あのお方はいる方が珍しい。高みの見物がお好きですから。いや悪くはない、爪が甘いがな。何？犯人の狙いは温泉だ。何何？温泉を、あったかい贈り物を独り占めにしたい人間がいるのだ。なバカな。そうだったのか。おのれ、せっかくの温泉を、露天風呂を、混浴を、胸タオルを、ほてった肌を。銀貫スバル様。ならば犯人は温泉にいる。ならばならばで OK。 よし、ならばこの勝負こっちがもらった。勝負決まってるでしょ。温泉一番乗り犯人探し。へへん、こっちには司がいるもんね。負ける気しないわさ。こっちにだってカイドがいるもん。もう勝ったも当然。いや、行くよ。はい。お見合いしろ。私のクリム。負けたくありません。よし、じゃあ勝とうぜ。あ、スバル様。オルカよ、お前の仇は俺が。フィアナの末裔の名にかけてこのバルムンクが。カナナ、あ？あんたね、やる気あんの？温泉とかあんまり好きじゃないし、どこが嬉しいわけ？嬉しい嬉しくないの問題じゃないっしょ。じゃあ何？心意気よ。
誰よりも先に犯人を見つけて温泉に入り、そして後から来た奴らにどうぞと譲ってやる。はぁ、なんて快感。まあ犯人探しの方は興味ないこともないけど。だったら早く推理して。僕？他に誰がいんの？やっぱりダイイングメッセージが鍵だと思う。うんうん。でギフトなんだけど、3文字ってことが重要なんじゃないかな。おうおう、どういうこと？スリーワードシステムのことじゃないかって。ギフトの3文字はそのフィールドの頭文字だとか。つかさったはいい。でもなんだろう。ぎこちなき夫婦の偽造セル、不実の特売日、ギプスせしフォーク歌手の逃亡、ギリがたきふにゃふにゃの凍土。違うや。だったらわざわざ英語で書かなくてもかなで書けばいいんだもん。お前が言ったんじゃ、ギフトか。わかるようなわからんような。オルカ様はなぜ直接相手の名前を記さなかったのでしょう。時間がなかったのか。あの三文字、奴らはギフトと呼んだが、実は読み間違いで直接に犯人の名を記していたのか。ほう、では何と読む。クリムト。快感が流されてる。確信は常にダンジョンの深みにある。バンダイ内山田でございます。このダンジョンはご利用いただけません。どういうことだ。トラブルの話は聞いてないぞ。ごめんなさいごめんなさい。あ、いや、結婚。おでる2杯。水漏れを潜在的な家族ファンが上司を恨みます。問題の根源に給与はとても低いです。です。すみすみ。ここが。さっき銀冠の頭を殴った時に思い出したのです。お役に立てましたか、スバル様。以前掲示板で呼びました。そこには幻の温泉があると。え？で、話というのは何だ。らしくもない。いや、らしいのか。じらすのが得意だからな、クマさんは。ベア、BT も。なぜここに。黄昏の温泉だろう。黄昏？いや、それは違うぞ。ここは立ち枯れの温泉。え？黄昏と立ち枯れ、一字違いで大違いというやつか。おら、やっぱスバルの勘違いだったんじゃん。このレンタルビデオ30歳。スバル様。スバル、強くなったな。昔の映画で。はい。ところで、私たちはここが黄昏の温泉だと考えてやってきたわけですが、お二人は立ち枯れの温泉だと知っていて、なぜここに。大人の話ってやつだ。黄昏の温泉だが、ネットスラムは行ってみたのか。なるほど、ヘルバの拠点か。では早速。で、あのさ、本当言うと俺さ、アイビーキ発見。チュッパニャン。こういうのね。不意の登場ってのも、そうそう何度もやられると驚かなくなるもんだぞ。いいのいいの、ボクちんに求められてるのはケレンだから。おんや、千客万来。落ち着くね。
した？立ち枯れ。仕方ないよ、ありがちな間違いさ。だってたまるか。それはそうと、バトンを引き継ぎし者よ。結局キーオブザトワイライトというのは。ああ、これこれ。あ、間違えた。ねえデデン、おばさん知らなかったの？誰がおばさんだ。本当なら俺が腕輪所持者になるはずだったのに。ベアが？そうだよ。ああ、そうだよ。悪いかよ。ああ、8 7 6 5 4 3 2。ここも違う。融通の利かない人よ。あ、困っていることがあるならこの白銀のピロシ手を貸そう。遠慮はいらん、どんと頼ってくるのだ。じゃあ明太子、腹をすかした7人の兄弟がいるんだ。あれはご飯が進むと聞いた。明太子欲しい。それはいかん、あれは生ものだからな。嘘つき。何を言う。私がいつ嘘を言った。私は親身になって話を聞く、とことん聞く、激しく深く朝まで聞く。聞くだけかよ。お主は私の話を聞いておらんのか。ただ聞くだけではないと言っておろうが。どっか行っちゃいたい。お、いい塩梅の温泉があるぞ。いいなあ。とか言いながら入るんだろうな。行ったことはないけど。湯船にタオルをつけるのは厳禁だ。入る前に掛け湯を忘れずにな。心臓の負担を減らすと同時に汚れを落とす。いやー、愉快愉快。白銀のピロシここにあり。旅路の果てまでも頭上に星々の輝きのあらんこと。待て、それはどこだ。え、またビーティー。嘘。困りますねお客さん。ドキ。まもなくこのエリアは破棄されます。すみません、すみません。速やかに移動いただきますようお願いいたします。ウチコン。すみすみ。それはいい、今閉鎖してくれ。すぐ閉鎖してくれ。もう閉鎖だ、頼む。ああ、またやったの。待ってくれ、俺が来た時にはもう。ロールプレイ禁止ってこういうことだったんだ。バルムンクの本当にやりたいことってプレイヤーキラーなんだよ。違う。うん、わかるわかる。いい子でいるのも疲れるよね。結局逃避で始めたゲームからも逃避したくなっちゃうんだよね。まとめるな。納得したような顔をするな。いいんじゃない、この人やられ慣れてるし。そういう問題じゃなくて。それよか温泉は。ちょっと、先にここに来たのは私たちなんだからね。でも見つかってないじゃん。言っていい？何よ。ムカつく。私も愛子だね。いさかいはやめてください。同じザ・ワールドに集う者同士ではありませんか。なぜ誰も俺の話を聞いてくれないんだ。っていうか、あんたが一番ムカつく。温泉とかさ、もうどうでもよくない？だよね。何を言う。一度決心したことを簡単に諦めるとは、それでも男か。そういうマチスモってどうなの。マチスガガガ。マチスモ、マッチョイズム、男性優位主義、ネットでまでそんなの持ち出されても。違うよね。ね、何仲良くなってんのよ。あっちは敵なんだからね。幼き兄弟よ、兄ちゃんは、兄ちゃんは無実だ。初心に帰ってみるか。というと？例えばあのダイイングメッセージ、あれが直接温泉の場所を示しているとしたら。そんなワードはありません。あ、そうか、それだ。何を。え、いや、とりあえずそう言っとくとこかと思って。たく。で、何なの。君はそれ腕輪で行けちゃうんじゃない、温泉。うん、君もモルガナの力で。おお、いけるのですね。ギフトのフィールドに。なんと、気づいてみれば簡単なこと。急いで帰るぞ。
永遠探す君は移り行きな夢ビビと浮気な。これは秘宝か。スバル様、早速秘宝を。温泉あ、お素敵。何すんだこら。あの小娘、カイト行くよ。クリム、なんだ。彼女たちを出し抜いてやったら気持ちいいでしょうね。スバル、参ります。お、落ちて寝るわ。もう一回やろうよ、リベンジリベンジ。寝なくていいのか。朝の早いんで今こそ。明日の俺は行くな。なあ、ずるっけー。トトトトリュン、ソーラキック。よっしゃい。テンテン、行儀の悪い子供は大嫌いだ。出発。ありゃ、ちょっと聞いてくれるかな。俺さ、本当言うと何遍もアクセスするのをやめようと思ったこともあるわけよ。でも有名になりすぎてたり期待されてたりとかさ、悪意のある連中から詮索されるのも嫌だったし、つまりはまあ積極的に辞める理由もないしで続けてきたわけよ。ああ、うん。一応フィアナの末裔バルメイクだしさ、その名にかけても恥ずかしいことはできない。わかるだろ。わかると思う。俺もほら一応赤い稲妻クリムだし。でね、そういう俺の象徴つか旗印がこの羽だったのね。ザワンシンのイベント覚えてる？クソったれなド最低なイベント、その報酬アイテムがねこの羽だったわけ。それを、それをこんなにしやがった。落ち着いて入れちゃった。怖い。お前にだって責任の一端はあるだろうが。責任の一端、ボクちん子供だからわかんない。キョロ、任せたまえ。とぉ、いや、出発。四つ角っちゅう。私が相手になろう。そっちかよ。おっちゃん、髪型変。お前こそその鬱陶しい前髪は何事だ。ピロシカットにするがよい。いや、夢見そう。もうこうなったらこれで白黒つけてやろうじゃないよ。あんたうざい。うざいのはそっち。あんたなんか決め台詞ないじゃん。あるよ。また強がって。あるもん。いけませんいけません、それパロディーモードじゃん。なんですと。わあ、それ私のセリフ。相変わらずお供と一緒か。勝手についてくるんです。それあいつに言ってやったら。まさか、私はそれほど悪辣ではありませんから。悪辣、悪辣というなら好意をいいようにもてあそんでいる方がよほど悪辣だろう。それが彼の意思だとしたら、 あなたにこういう家庭の話は無理でしたね。何？だってそういう立場に立ったことがないんですから。若いからチヤホヤされているだけだ。単なる希少価値だ。若さが私の価値なのではありません。私の個性が価値なのです。それがわからないとは、すでに若くないあなたにとって人生は辛いものでしょう。人におもねることをしていないだけさ。バカを何人束ねようとバカであることに変わりない。自分だけお利口さんだと思うバカ、自分のこともわからないバカ。スバルさんもダメ。いやー、愉快愉快。出会いあらばこその人生かな。ミョン、やだやだ、関わり合いになりたくない。ミョン、チュッパ。時給580円。弟よ妹よ。言ってる意味がわかんねえよ。バカ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 バーカ。ブス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 。あなたは私が妬ましいのですね。お前は私が羨ましいのだな。
なぜなぜ温泉ギャルだけ写実なんだ。やめようベア、俺が悪かった。はあ、まさかザ・ワールドで温泉に入れるとは思ってなかったな。いや、実にいい具合の体感設定。極楽極楽。ふん。しかし殺された時には驚いた。ごめんよベア。でもさ、いや責めてるんじゃない。俺が君の立場だったら俺だってそうしたいと思うし、そうするさ。でも実際やってみるとあんまりいいもんでもなかった。俺さ、初っ端いきなりデータドレインされていいとこ一個もなしなんだよな。ずっと眠りっぱなし。それでやっと復活できたと思ったらカイトとかツカサとかよくわかんない奴らの方が出張っててさ、もうちょっと目立ちたかっただけなんだ。それでベアを殺し成り変わろうとしたか。ヘルバ、ベアにあんた誰と言われたことに逆上、殺害、逃走するも誰も自分のことなど覚えているわけはないと思い、ベアとして温泉行きに付き合おうとした。まあいいじゃないか、おかげで温泉には一番乗りだ。俺だってもっともっと活躍したかったんだよ。君さ、あの連中とずっと一緒だったんだ。うん、すごいな。君だって。まあね、でも僕は主人公だから。あのね、僕も主人公だけど女なんだ。あ、にしても BT を殺したのって誰だったんだろう。それは私だ。その方が話が面白くなると思ってな。母さん、母さん、私はアウラ、アウラは私、レモン。母さん、みんな、みんな。